車じゃ。アメリカロサンゼルス郊外にいます。こちら日本のティアナの兄弟にアルティマというのがいますが、アルティマのハイブリッド出ました。外観上はですねノーマルハイ、のものと変わりません。さてこっちはキーレスエントリーで入ってですね、まあ、ハンドルが曲がっている状態ですが、こちらのスタートボタンを押すと、前のメーターがですね、あ、起きましたね。そしてよいしょ、もう一回、オンにすると、はい、ステアリングが、これ随分静かな状態ですが、アイドルストップの状態。そしてですね、こちらがパワーメーターっていうんですかね。そしてスピードメーター。その他のものに関しては特に大きな、ノーマル車とですね特に大きな差はないですね。いわゆる CVT という状態の変速機を使っています。